どうも、皆さん、こんにちは、こんばんは。エルザレッドです。それでは、イーストワードやっていきたいと思います。まあ、前回ね、なんとか脱出できそうな雰囲気出てきたんで、進めていこうかなと思います。今回、ダンジョンパートだね。したいんだろうな。行こう。とりあえず、あれが欲しい、爆弾。爆弾欲しいよね。うわーめっちゃシューやってるじゃん。しかもこれダッシュないんだよな。おお、マリオじゃん。マリオのファイヤーバーじゃん。いけ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 。行くんだ。よし。スイッチオフ。オフでこうか。はいはいはい。動かしましょう。はいはいはい、はい。ね。こっちだ。で、あげる。オッケー。余裕だね。これ爆弾で没収されたんかな。あ、キノコだ。ここは、私の出番だね。ジョン、トリガー、はいはい、トリガーで変えれるんだ。ああ、なるほど。これでやっとゲームシステムが揃うって感じか。しかも左下にちゃんと、マジックの残りが書いてある。鍵必要か。うん、ちゃんとバルブ閉めて、で、もうここを閉じて、はい、閉じて、これ直感的にできるのいいな。はいはい、逆外開きますと。これ絶対もう触れなくなるけどね、こんな蒸気出てたら。で、トーントーントーン。これさ、サンちゃんでさ、パッてやっ、おう、おう。あー、そういうはめ技もできるのか。あうんの呼吸。右下可愛かったな。あ、まさにあうんの呼吸ですね。いいね、鍵一個ゲット。いや、サンちゃんマジで可愛いな。さあ、開けちゃいましょう。あ、はいはいはい。上は多分別のところからだもんね。いや、めちゃくちゃ楽。これは戦いやすくなるね。えい、あ、おお、戻りで当たんの、マジで。オーライオーライ、あ、止まらなかった。オーライ、よし。やば、貯めると複数か。めちゃくちゃ強えな。特にだな。いけ、うん、そこはそこはもうサンちゃんを傷つけるわけにいかん。この岩っぽいのどうにかできそうだけどね。爆弾、これさ、止まらない。止まりはしない。鍵か。別に当たることはなくって感じか。あ、壁に当たると壊れるんだね。よいしょ。あ、そっか。ジョーンダメージ食らってもあんま声出さんから、サンちゃんが痛がるのか。ほら。通らせてもらうよ。おっかねー、ゲットー。
止まらないんだ。あー、なるほどね。おお、一撃俺一撃なんだ。あー、なるほど。ってことは、ですよね。鍵ゲッチュ。いやー、あれだね。鍵何個もあるんだね。一つのマップ、てかダンジョンにね。それいいな。それいいな。てか、だいぶ複雑になりそうだな、後半。あと、あー、お金か。爆弾出るのありがたいな。これさ、左どこで行けるんだろうね、あのお宝ね。この辺りからかな。え、これ敵？いや、いいわ、気持ち悪。はい。通ります。これちょっと気にならない。なんかこのくぼみ。なんもなかった。なるほど。こうですね。けよ、あ、ちょっと待って、これ亀裂入っ、亀裂か？いや、ちげえな。違うよね。さすがに亀裂じゃないよね。このさ、卵みたいなやつ、もしかして、ハネムシって思ったけど違うんかな。はい、こっち開けます。あ、クラブアップルいない？クラブアップルってか、あの、クラブアップルのやつね、背中につける前みたいな。お、ダブルショット！かわいそう。パチンコ玉みたいだったわ。いや、鍵多くね？キューッと閉めて、はい。一応これでいいのかな？うすすすすーす。余裕っすねー。余裕。ここの体マジで気になる。硬いしね。あー、嫌な感じ。あー、開いてるやつありますね。開いてるやつと開いてないやつあったね。あー、でも、あの、クラブだね。カニさんが、出てるね。ん？もう出た瞬間潰すしかないんだよな。出た瞬間一番弱いっていうか、殻がやばいはずだからね。お、お、お、イエーイよっしゃ、今日はついてるね。うん、トークンゲットしまくりだもんな。あ、サンちゃん頑張れ。爆弾もゲット。ドン。でっけえのいる？いて！しかも返せる。いて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 、地味に痛い。いていて、いや、マジか。数多いとやべえな。そう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 、あの、ハートをよこしな、ハート。
アートが意外と渋い。まあまあまあ、でもノックバック入るからね。卵、いやだな、この卵ってこと、それ嫌だな。いや、必ず塩が出るわけではないか。扉は特に開くことはない。爆弾ゲット。どうしよっかな。多分プラスに、あれなん、耐久値上がるみたいな感じかな。ハートプラス4つ分みたいな感じだろうね。もうちょっとしてから食べるか判断するか。食べるシーンをちょっと見たいっていうのもあるんやけどね。いた。爆弾置いちゃって。それいけるんじゃない、ここ。いけたー。あ、これでハート集まったね。ハートジェルが4つ集まった。お、しかも全開してくれるんだ。ありがたいねー。いいねー。全開は助かる。あー、この下だな。お宝ね。よし、フルボコ。あー、なるほど。こういうことでしょ。よし、オッケー。あれ？出口だ。ジョン、見て。出口だ。ジョン、ん？あ、やっぱこれ時止まってんのか。やめておいた方がいいわ。また出た。あっち行って。あなたのことなんて二度と聞かない。あ。はあ。彼女追いかけて。彼女にもしものことがあったら。やっぱ時が止まるんだね。わあ、ジョーン、今そうなりますわな。電気が通りません。急げ。ジョン、ん？あ、そういう協力プレイ。こっちこっち、ジョーン。ああ、なるほど。ちょっといい？ごめん、ここ確認できるかなと思って。じゃあ頑張りましょうかね。いいね。まあ2人でやるってなったらやっぱこんな感じか。まあでも基本3ちゃんが安全っていうね。すす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 。壊れないんだよね。ちょっと待って、これさ、左上さんちゃんさ、めちゃくちゃ可愛いじゃん、アイコン。めちゃくちゃ可愛いよね。可愛いんやけどさ。ジョン見てみ。口が化け物みたいになってんだよな。いやー、このデザインの差よね。さんちゃんめっちゃかっこいいのに、アイコン。止めます。進みます。止めます。で、え、これさ、
もしかして落とせる？あ、いや、落とせない。あー、なるほど。余計なこと考えすぎた。ここでいいんやわ。で、チョンして、通れるね。で、もう、あ、降りるだけか。はいはいはい、オッケー。爆弾ゲッチュ。マジかー。ピョンして、乗ります。行きます。降ります。ここら辺は多分サンちゃん、頑張ってもらんといかんちゃろうな。生まれたことを後悔させてやる。いて速攻でやられるっていうね。トンポン。おお、サンちゃん大丈夫それ。やべ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 、違う違う違う、ボタン違う。おお、びっくりした。ゲット。あぶなー、行こう行こう。下が先かなー。はいね。爆弾だね。とりあえず振ってくるやつを一回落として、で乗ります、入ります、で次乗ります。取れるでしょ。はい、ゲッチュー。怪しいもん、キノコが。あからさまな配置だったもんね。こうか。いていていて、先に行かせて、ほい。ほい、オッケー。結構出てくるね。あー、ちょっと余分に。とりあえずサンちゃん待ってもらって回収パーツゲット。マジでパーツの使い道わかんないんだよな、まだ。おーおお。こうなったらあとはもう進むだけか。えい。お。回復ください。ハート出ないね。よし。多いな。ちょっとい、そうだな。行かせて。いけ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 、いける？あ、いけた。いけ、痛いね。いけた風に見せて。はい、痛い、抜けろ。急げ急げ。あー、で合流。よし。ふぅ。ジョーン。なんだろうな。ジョンって名前のせいかさ、叫ぶとワンちゃん呼んでるみたいな感覚にならない？
あ、戻ってきたよ。また二人旅だね。だいぶぐるって回った感じはするけど。あー、なんか嫌な感じするなー。はいはい。これさ、綺麗に、あがー、落ち、おー、落ちた。はい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 。ほい。大体でいいんじゃない？ほら。あそこだけ気になる、あの一個だけ気になる。何もなし。ないのか。お。あれ、攻撃できなくなった。え、最初の方にあった宝箱はじゃあ、あれ、序盤で開けれるってこと？え、それめっちゃ気になる。あの宝、まあまあまあ、お金だろうな。お金だろうなって言い聞かせる。マジか。ってことは隠し通路だったか。玉ねぎ。玉ねぎ美味しいよね。お？え、蝶々の家繋がんの？引くしかないよね。なんか魔王みたいな感じなんだけど。おお。戻ってるね。はい。うん。隠し部屋みたいな感じにしてんのか。開ききらないから動かせってことね。おー、ここに繋がんの？ここだ、蝶々の家だよ。ジョン、戻ってきたね。戻ってきたけど、あ。え、いいのかな？うわー。ここ蝶々の秘密が隠されてるはず。入るの？え？ジョン、絶対引っ張られた感あるな。ジョン、ねえ、開かないよ。秘密。あ。そうだね、確かに駅っぽい。ところだったからね。何かが足りないようだ。あれだよね。挨拶というか。え、なんだ？合う。あー、エナジー。エナジーかー。料理するにもね、食べ物いっぱいだし、セーブだけしとこっか。我々は記憶を残すために様々な手段を講じてきた。だがそうやって残されたものは本当の自分なのだろうか。はい。ボスだよね。おー、なんか通ったー、マジで。クラブアップルというか、クラブか。あ、やべ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 。
なるほど、入ってるうちに、叩いてって感じなんだ。いてぃ、やばいやばいやばい、これ、ちょっと待って、これさ、システム的に、おいてぃそのシステム的なのは聞いてないからさ、やば、ちょ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 、痛い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 、ほら出てこいや、よし、まだか。まあでもさ、この子たちさ、めちゃくちゃ食われてたからな。えい、おらおらい、ゆでガニじゃい、もうちょい、あ、ダメだったか。ちょ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 、いて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 。でも優しい、あの回復ができるように優しい。おい、巨大カニ、いて、ほい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 、はい、ゆでガニの完成。え、でもこれ倒したら食料どうなんの？あ、なんか出てきた。魔法の杖？速攻セーブ。あっと、結構増えるの早いね。あ、これか。差し込む。お。ジャスパーはいる。こんな場所があったのね。いや、よくついてこれたな。ジョン。何をしたの？あ、上が見えません。大きな音が聞こえた。あ、ちっぽけなネズミども、どこに行った？おやおや、ここにいたか。近め面じゃないか。まだ始まったばっかりだぞ。ああ、知りたいか。何が始まったと思う？興味なんかない。ここから出して。戻った。出してやると。ちっぽけなネズミどもめ、そのうち出してやるさ。お前たち、カラオンを知っているか？あ、なんかよく名前出てくるよね。カロン、まさかあのカロン？よく知っているようだな。さすがじゃないか。あ、それで言うとさっきのこうぐるぐる回ってたのは秘跡かもね。結構熱いところって言ってたもんね。劇団お一人を見くびっていたよ。ジャスパーってすごい、本当に役者だったんだね。本当も何も。私をポットクロック唯一の役者よ。芝居を見たい？そんな時は劇団お一人ジャスパーにご連絡を。やめろ。お前たち、カロンに送ってやる。そう、ちょっとした旅行になるぞ。ちょっとした旅行？片道切符の旅行になるだろうがな。赤森がいる。哀れなものよ。なぜ他人の不幸を食い物にせねばならない。あれ、このデカめってもしかしてあの、ダニエルだっけ？あの子の父ちゃん？同じデカめつながりで。目を見開き、鍵穴からポカンと見ているのか。
悲しきかな、汚れた魂を。戻って来られるという希望を捨てよ。我、何時を上の世界に連れて行かん。何時を待つは、闇と豪華、そして身を切る霊気。何時再び聖地を歩むことをあたわす。その足元には悪しき毒が広がり、その身を蝕むであろう。終わりなき。たたりが練習通りですね。ちょ、どうか怒りを鎮めてちょうだい。あの牢獄で私分かったの。生まれ変わったのよ。罪から解放された。ここは私たちが旅立つべき港じゃない。自分に高潔な部分もあるって分かってる。うるさい、このならず者め。お、電車だ。聞こえるか。あれはカロンの怒りだ。もう嘘は終わりだ。堕落した魂はあの口に飲まれるのだ。もうごちゃごちゃ言うことはできん。カロンの裁きを受けるがいい。うわあ、素直に入っていったね。いやあ、判決は有罪。カランの杖が振られる。すぐに罰が下されるだろう。そういうもんなんだね。ブッブーブッブー、まったく、見下げ果てたやつだ。チャンスをやったのに。あ、これ絶対全員になるよね。償いのチャンスを。だが、もう遅い。もはや、貴様のいるべき場所はこちら側ではない。え、じゃあ、サンちゃんは？あ、やっぱ、ブーブーなんだね。止まった。ちょ、カロンの口が壊れてる。容赦できん。いかなる悪人でも自らの行いを恥じるものだ。だが、貴様は違う。そう、禁断の地に入り、ひどい嘘をつく、牢を抜け、自ら悪意を改め、そして今、カロンの口に戦いを挑むとは。挑むとは？え、どういうこと？され、貴様はこの力永遠に追放する。いや、電車なんですよね。電車なんですよね。あ、でもこうやって見ると確かに恐怖かもね。行け、カロンが待っている。ホットクロック島の最後の慈悲があるかもしれん。おしまいよ、私たちもおしまいよ。うん、だね。ご乗車ありがとうございます。この列車は白芸港行きです。白芸港、久しぶりに聞いたの。この言葉、折れますので、あ、揺れますので、足元にご注意ください。いや、普通にいいアナウンス。白芸港、東の海辺に真珠あり、ソハナに潮う港あり、カズタの白穂立ち並び、小柱は高く天をつく、クジラの潮のとどろきは、船乗りの歌に調和せり、おきつ白波たちまちに、雲かき曇り風吹けど、
白芸香はあれもせで水も鏡のごとく青く、あーし、なぎくか、いずれも陶器古の姿、白葉は破れ土にまみれ、彼の地にうごめく影といえば悲しきクジラの霊ばかり。風光明媚、白芸香を亡者の国となり果てり。亡者の国か。死者の国だ、そう。罪人はそこに送られ。二度と帰らん。聞いたかい？本当なんだ。カルンは本当にあるんだ。ありえないわ。何かの間違いよ。じゃあ、蝶々がそうついてるっていうの？またなの？こうなったら蝶々は何時間でも続けるわ。コンロにスームかけてるのに火事なるね。さっさとしてよね。怠惰のせいで危うく災難の前触れになるところだった。そう、ポットクロック島の災難のな。そんなこと、今があるのは蝶々のおかげですよ。蝶々が救ってくれたんだ、偉大なホフマン蝶々が。お、カロンだ、カロンが来た。あ、最高じゃねえか。カロンはうなりを上げつつ駆け抜けた。ジョンは窓の外を眺め、初めてこう思った。小さい。瞬きしただけで見過ごしそうだった。ジョン、ほらあそこ。サンが窓の外を見てそう叫んだ。私たちの家だ。そうか、あれが俺たちの家か。本当の嘘。最後泣いてたね。いやでもそれで言うとさ、あの侵入者がどうなったんだろうね。そこで、あれから一切出ないもんな。はい、ということで今回ここまでにしたいと思います。ちょうど霧がいいんでね。まあ次回はそうだね、新しいショーも始まるし、外の世界やっと見れるって感じなんで、ちょっと楽しみにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価もお願いします。ではでは、また次回です。バイバーイ。